カリグラフィー。カリグラフィーは西洋や中東などにおける文字を美しく見せるための手法。字を美しく見せる処法という面は日本の書道など東洋の書と共通する部分があるが筆記にペンまたはそれに類する道具を用いているため毛筆を使用する書道とは表現されたものが異なる。記録媒体としての用皮紙が効果であるため、 文を残す際により多くの文字を紙に詰め込みつつ、より美しい表現を試みた結果、発明された。カリグラフィーでデザインされるものは、アルファベットだけでない。イスラム圏では、コーランの一部をカリグラフィーを用いて書いたタペストリーが見られるなど、文字を美しく見せる処方が発達しているアラビア書道。アラビア書道で表される文字は、アラビア語に限定されるが、 イスラム圏においてはもう一カ国、イランにおいてもカリグラフィーは非常に盛んであり、と呼ばれる。ペルシア書道はペルシア語で書かれることを基本とし、ナスターリーク体をはじめとする様々な書体を生み出した。インドにおいても様々な文字による書法が盛んである。インドのカリグラフィー。活版印刷の発明後も様々なフォントのデザインにカリグラフィーは影響を与えた。 印刷物の章の頭の一文字で、カリグラフィーの手法でデザインされた通常の活字より大きなものを用いる子があり、直接ペンで描写するもの以外にも応用されている。一般的にカリグラフィーの起源とされているのは、一世紀後半から二世紀にかけての古代ローマにおける碑文、特にトライアヌステが混流した石碑の文字である。当時のアルファベットには小文字はなく、文章は、 すべて大文字で綴られていた。キャピタルモニュメンタリスと呼ばれる、この文字は、現代に至る、活字書体の原型であり、また手書き書体の基範となった。このキャピタルモニュメンタリスを元にしてペン書きに適するように作られたのが、ローマンキャピタルである。キャピタルモニュメンタリス。一方で、ローマには異なったスタイルの彫刻書体も存在した。ローマンラスティックと呼ばれる、この書体は、 ローマンキャピタルより手書きに適した書体として11世紀頃まで使われることとなる。ローマンラスティック2世紀から3世紀の頃、ギリシャ語の書体をもとにローマ自体にしたアンシャル体が主にキリスト教の文書に使われるようになる。この書体がローマンキャピタルやラスティックと異なるのは文字によって 標準の高さ、X ハイトの上やベースラインの下に突き出る線がある、ことである、アセンダーディセンダー。これが、現在の小文字の起源であると言われている。アンシャル体アンシャル体を元にして、ハーフアンシャル体が生まれた。アセンダーとディセンダーは、アンシャル体より長くなり、文字による大きさの違いが、よりはっきりとする。ハーフアンシャル体。さらに、これを元にして、六世紀後半には、 フランク王国でカローリング将軍字体が生まれる。現在使われている小文字の形はほとんどこの書体が基本となっている。カローリング将軍字体、7世紀にはフランスのルクソイ修道院で文字を連結させて書く筆記体としてルクソイ小文字体が生まれる。これは早く書くことを重視した方向への変化である。一方、イギリスやアイルランドでは 6世紀から8世紀にかけて、ハーフアンシャル体を元にして、インシュラー大文字体、インシュラー小文字体、アーティフィシャルアンシャル体が作られた、イシュラーとは、島のという意味である。これは、宗教的な荘厳さを重視した方向への変化であり、また段落や、章の最初の文字を大きく装飾的に書くバーサルという、所持スタイルも多く使われるようになった。ダブリンのケルズの章やロンドンの、 リンディスファーンの福音書は、インシュラー体による代表的な写本であり、ケルト民族独特の文様による装飾が施され、現存する最も美しい書物と言われている。インシュラー大文字体。12世紀以降には、カロリング小文字体と、その発展型は大きく二つに分かれていく。その一つがイギリスにおけるセクレタリー体や、ドイツにおける、 フラクトゥール体といった草書的な筆記体であり、主に日常的な場面で使われることとなる。もう一つがゴシック・クアドラータに代表されるゴシック体である。まだ紙が高価であった時代により多くの文字を書き留めるために、角張って余白の少ない文字になったゴシック体は別名ブラックレターとも呼ばれている。ゴシック・クアドーラータ。ルネッサンス期には、 ローマ時代の書体が見直されヒューマニスト体が生まれ、さらにそこからイタリック体ができた。このイタリック体は日本ではカリグラフィーの初学者が必ずと言っていい度最初に習う書体である。当初はより早く書くための日常的な書体として生まれたイタリック体であったが、可読性の高さや優美さなどが受け入れられ、やがてローマ教皇庁で教書用に使われるようになる。 ヒューマニスト体。イタリック体をさらに早く描けるように変化させた結果、生まれたのがカッパープレート体である。ここまでに記述の書体のほぼ全てが平らなペン先の角度の違いにより線の太さを変えていたのにし、カッパープレート体は細いペン先を使い筆圧の変化によって太さを変える。ペン先を紙から離さずに、 単語ごとに続けて書くために非常に早く書くことができ、主にビジネス文書や契約書など商業分野において使われるようになった。カッパープレート体。15世紀以降、印刷技術の発明、普及により、手書きの文字は次第に廃れていった。しかし、19世紀末、イギリスのウィリアム・モリスによって、古典的な手書き文字の見直しが行われたのを契機と、 エドワード・ジョンストン、ジョン・ハワード・ベンソンらによって、普及活動が行われるようになった。角度を気にしながら、または手本の本をよく見る。現代の英文において、書字の練習用に、すべてのアルファベットを含む文、パングラムとして、が用いられるが、8世紀から9世紀のヨーロッパにおいて、同様の目的には、や、が使われていた。 JKVW が書けているが、当時アルファベットにはこれらの文字が含まれていなかったからである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。